お疲れ、お疲れ、遅くなりました。寝が、かかったね。今日ね、ちょっとハジフライ定食だね。マジフライ定食もうまそうやな。よーしゃー、そんなんとは思わんかった。これで2万1000だったらいいよね。歌いたい気持ちになってきたんですから。そうだよ。はい、ビザ持ってきた。持ってこまして。いや、もうなんか急いで出たら忘れとってから。あれだ、運動とかも来てないよね。そうなんよ。今からジェンが持ってくる。そうなんよ。全員忘れた。うん、うまいじゃない、うまいじゃない、これ。お肉が、あ、お肉国産のやつ。何も言わなかった。あー、ごめん。いや、まああんたは言わんけど、まあ笑いよって。40枚のおっさん何しよるっつって。仕事休んでね。お前ラーメン食う。夜はラーメンでしょ、やっぱり。あ、ステーキ買ったんじゃん。ステーキね、2枚だけ。これで540円。安いね。うん、居酒屋とかいっぱいあって。うまそうだね、これ。これ全部金だけどね。チャリンチャリンと落ちてる。ナンバーとか足りんわと思って。なんかちょっと切っとった方がいい。そうだ、切っとった方がいいよね。ワイン垂らさんで。はい。一応あるけどね、赤ワイン。また横でシャモを焼けるというこのミスマッチね。いや、これ火を起こしてるのに全然寒くない。これなかったら寒いだろうね。これなかったら寒いと思うよ。これすごいね。マジでありがとう。500円ぐらいっつったら安いよね。安いよねえ。めっちゃいいよ。どうすぎた。目標達成した感じは。目標。テントじゃないじゃん。テントじゃないじゃん、これ。テントじゃない、自分が言い出したんじゃん。しょっぱなこんなんやったら、はテント無理よ。すごいだらけた感じだもんね。もう近代社会から始まってくる。何やろ、ここがね、綺麗よね。すごい綺麗。俺なんかもっと、すごい汚いんだなと思って。こんな何もないと思われた。ほんとちょっと頑張って、みんな家族で一個ずつ買ってから、やるんだから楽しいかもしれない。楽しいよね。これで今日寝る配置ってどうする？どう俺うるさいよ。俺も多分うるさい。めっちゃうるさいよ、俺。俺うるさいよ。俺うるさいよ。いびき的に。いびき的に。あと、ケンちゃんは上に登りたいんだって。そうそう、ケンちゃんいいよ。みんな結構下なの。俺下派ないよ。マジで俺上派やね。マジでうるさい。あとね、じゃけね、これ6人用じゃけ、1人だけは1人で寝れるっていう。ああ。特典がある。そうそうそう、2人なんだね。そう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 。で、こう枕がこうやってこう下がるとか、
こう高いとかはなんか太鼓を鳴らしながらこんな持って降りてくるよ。どういう太鼓だ。いや太鼓しかなんかチャッチャッチャッチャーみたいな。ああ。ほんでうちの子がこうカーテンシャッて開けれたら、うん、明かりが漏れるじゃん。なしとこまえっていう夢をね。よく見よったそういうの。殺されるみたいな。最近北朝鮮にミサイル撃たれて。でも何ヶ月か周期ぐらいで同じ夢とか見たらすげえ嫌よ。あるね、あるね、俺で小学校で嫌だって。なんかそう住んどる部屋が先週会社で会議があって勉強会みたいな、もうなんかクソどうでもいいけど、もう昼からだったけ飯食って眠たいけ、もうコックコックなるよったよ。だからなんか突然頭の中にプッって出てきて俺叫びそうになったけど叫びいいかった。いや絶対もう終わっちゃったね、それで。ほわっ、目が覚めてから頭の中プーしかなんだ。1ゲーム目から4時間目ずっと寝とってあったね。チャイムなって起きよったね。昼なって起きて飯食うてね。おい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 、休み時間起きてね。中学校なんかすごいめっちゃ悪いクラスだったけ、自分らすごい楽だったけど、ダメだったね。昼なってなんか相手にもされへんし。いやもうすごかったんだよ。何がお互いが、もうお互い相思相愛だったね。あ、そうなの。杉ちゃんドランちゃん、そうなの。いや、その辺の話はあんまり聞いたことがないけど。下、下用か。いや、せんでええよ。下用か。全然聞いたことないよ。俺、バレるよ、紹介で。紹介で、もういで、いや、おいでに紹介したことはおしまいだろ。からの、からの。いや、からのはないよ。どっちから言った。守りがね、そうそうそう、あるんだけど、あいつらもう本番はインスピレーションっていうか突き進む。そうだろ、ウェーイって感じ。仕事とかもするじゃん。で、日本人はいやいや、それしたら絶対こうなって失敗するよって言うんだけど、向こうも聞かんのよ。で、やってこんなんばっかりだけ。なんか柳井のカート行った時に外人の一行様が来とってから、もうなんかホームストレートしかまっすぐからこうアクセル全開で別に曲がっていって、ヘアピンチかカーブが来るんで、全員アクセルオンで突っ込んでる。外人全員曲がれるわけないじゃんって。みんなタイヤに突っ込んでくるだけ。俺あれが好き、野沢雅子のものまね。ああ分かる分かる、分かる。めっちゃ好き俺も。あれ似とるよね。あおめえ何言ってんだ、ぶっ殺すぞって。めっちゃ面白い。ハモリクリの方ってあの現地中こう火だけを映してる番組がある。あ、ね、あるらしいね。これだけを映したんです。そしたら暖炉かなんか薪を組んで。何が面白い。いやこれ火見よったら落ち着くらしいね。癒やし効果。あれみんなで撮ったことないですね。私。そうそう。ないない、それは。どうか。オッケー、10秒。10秒。山口弁みたいな。どれぐらい入ってる。入ってるそう。いや、マジかどんだけ撮ってんの。めっちゃ電車じゃん、それ。どんだけ撮ってんの。電車モードじゃん、それ。撮れたぞ。あ、でも1枚しか撮れてないよ。あ、ほぉ。すげえね、すげえ寄っとる。すげえ寄っとる。違うよ。すげえ寄っとる。すげえ寄っとる。違う、え、どうするんですか。もうちょいこっち行った方がいいか、俺ら。向こうに行った方がいい。火がね、火が真ん中がいいだ。あ、そうだね。火が真ん中がいいだ。これいつなん、これ確認するとこ最高。あ、最高。すぐ送るわ。アリバイ講座ができたね。怪しいな、怪しいな、今でも。でも送ったら送ったで、これ誰が撮ったんとかなるかもしれない。焼くそばでもあるけど、開ける、開ける、ね、開ける。嘘、カレーマヨネーズかけるよ、嘘。マヨネーズは初めて。マヨネーズうまい。いや、マヨネーズマジで。カレーにで、チーズかけたらめっちゃうまい。そうなの。でもあのチーズかけてマヨネーズやってカレーを。いつ頃ご予定で計画しよう。計画はしてないんだけどね。どっちが欲しいとかある、男女。僕は女男だ。ああ女男。流れ星って結構おるんよね。見よったら結構頻繁に出るよ多分。ゴールドモミジって言った？言ってないね。
漫才としてやっとるよ、うん、コントでもないし。最近なんか変な DJ みたいな歌を歌いだしたっていうことか。難しい。うまそうこれ、超うまそうよこれ。これを切れるこれ。こういうのたまらんくない？こういうの。いやベーコンマジでうまいもんねこれ。ベーコンうまい。かあ。かあ。うまベーコン。たき火がなくなったらこの寒くなるのかね。すげえ違うね。違うね。全然違う。首が痛いよ首が。どうしてこれ。これ本当なんだよ。3号の風だけの補足度、うん、あ、全員すりがいるんすか。そうなんです。これはギャング丼食べた後の方がいいかね。ギャング丼食べた後の方がいいかね。食いにくいね。